27歳のフェデラーがヤバすぎるけん。Hiç izlemedim, hiç görmedim onunla ilgili videoyu ama Roger Federer'in aynı zamanda çok art. İkonisi Pro. His age is irrelevant. Because when you're moving that well, and it's not just the... The stars were aligned. He's a 10-time champion. ジョコビッチも、ナダルも、フェデラーも、36歳で優勝してるのは同じだけど、37歳で決勝進出したのは、フェデラーだけ。つまりフェデラーが一番上。今のジョコと同じ37歳になるシーズンで全豪優勝し、38歳になるシーズンで全仏準決勝、ウィンブルドン準優勝まで行ったフェデラーはやっぱりすごかったよな。特にウィンブルドンはまだ若くて元気なナダルとジョコを2枚抜き仕掛けたというのがいかつすぎる。常に衰えたフェデラーを相手にタイトルを重ねていったジョコビッチ。フェデラーが同い年だったらウィンブルドンも2個くらいしか取れなかっただろう。覚醒したジョコと同年代だったらフェデラーの方こそウィンブルドンも2個止まりしか取れなかっただろう。さすがにありえない。ジョコビッチがフェデラーにウィンブルドンで勝ったのは2014、2015、2019だけど、二人が同い年だったら2008から2013のフェデラーと戦うことになる。2013こそフェイス90のラケットで戦えなくなり成績が悪かったものの、2008、2009に関しては2014、2015よりもはるかにストローク力が高く、全体的にレベルが高いからね。同い年だったら確実にウィンブルドンではフェデラーが勝つことがほとんどだろう。前代未聞級、フェデはいろんな面でフェデ以前のテニスを変えた感じ。